ED75 型759号機が配給輸送されました。JR 東日本は、今日9日から、明日10日にかけ、ED75 型759号機を秋田総合車両センターへ配給輸送しました。ED75 型は、国鉄が、1963年から1976年にかけて製造した交流用電気機関車です。302両が製造され、主に東北地方の東北本線や常磐線で活躍しています。現在では、旅客鉄道会社が保有する唯一の交流電気機関車となっています。今回は、仙台車両センターに所属する759号機が、奥車両センター所属の EF81 型139号機の牽引により、仙台から土崎へ配給輸送されました。秋田総合車両センターにて、台車検査 B を受ける予定です。仙台車両センターから秋田総合車両センターまでは、首都圏を経由して配給輸送されました。奥羽本線の線路幅が異なることや、盛岡から青森間が JR 線でないことにより、東北経由で送り込めないため、首都圏を経由しての配給輸送となります。EF81 型の牽引により、東北本線、常磐線、武蔵野線、高崎線、上越線、信越本線、羽越本線を走行しました。759号機は、秋田総合車両センターにて検査が終わり次第、出場予定です。これで、2月9日の KAB ニュースを終わります。